お前さん、な、わしは忍びをすじゃが、その忍び義手だけはどうにも捨てられぬ。そのわしが腕を失ったお前さんを拾うとは、因果よな。わしが惚れるのは、鬼仏だ。火の中に見えるほ、いつだって、見え。ではな。よう旦那、また飽きない。ああ、旦那、アシナの城に行くのならおかしな奴らがナイフがため、そろそろアシ、じゃあな旦那。狼殿、ほんの少し眉間のしゅ、九郎様の。ではまた。戦況に至るための講話、狼よ。行くか、狼よ。はっ。それが不思議りか。赤炉、抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは、抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。うん、そうか。赤き刃がな。のう、赤炉。不思議りがあれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀が、お主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。
行くか、セキロ。ではな。敵を撃ってくれまいか。あれのこもる、もし扉が閉ざされていても二階に穴が。
Thank you.
Ah!